時刻は12時になりました。シエスタ読ミタン FM ランチ本かな暮らし、毎週水曜日お昼担当、金城玲子がお届けいたします。 この番組は一人一人に合わせた施術を行うことができる「針灸接骨院、整骨院、骨継ぎ」の提供でお送りいたします。 2017年5月24日水曜日時計の針は12時になっていますシェスタヨミタン FM ランチほんわかな暮らしえここヨミタン村地域振興センター3階、えー、ラジオスタジオから生放送でお届けいたしますユーストリームでもご覧いただけますのでどうぞ1時間お付き合いくださいリスナーの皆さんが心がほんわかになるようなそんなお話を届けてまいりますさあこの後12時15分から30分まではヨミタン高校前の え骨継ぎのコーナーをお届けいたします。さあ1時間皆さんに、えー、素敵なお話とと,ともに音楽も含めてお届けいたします。さあそれではオープニングの曲からお届けいたします。ケニー G で You're Beautiful。 さあお届けしました曲はケニーチでユアビューティフルでしたさあ今日は BGM で皆さんにねちょっといつもと違う感じでヨーロピアンジャズトリオの皆さんの BGM をおかけしながら一時間進めてまいりますさあ改めまして皆さんこんにちは金城玲子ですお昼のひとときいかがお過ごしですかさあ今十二時ということもありましてこの時間になると皆さんお昼を召し上がりに出かけられる方もいれば家でいろいろとお友達を呼んで お食事してる方もいらっしゃると思いますさあ今日は皆さんはどんなお食事を召し上がってるでしょうか一人でね、寂しく食べている方ぜひお友達と一緒にご飯食べたり声かけてね食事されてみてくださいね今のね子供たち本当に孤食が流行っていて一人ぼっちで寂しそうに食べている子供たちがとても増えてきていますで、また食事をする時ぐらいは携帯電話やテレビを消して少しね 食と,見な食と見つめ直す時間を作ってみてもいいのではないかと思います。さあテレビでねあのたくさんいい報道がされてたらいいんですけれどもテレビではねいつも事件とか、えー、悲しい事故だったりまた抽象的な、ね、テレビの内容だったりするとちょっと、ね、目を背けたくなってしまったりしますがそんな時は、えーま、天気に合わせていろんな音楽をかけて えー、この時間を過ごしていただければと思いますさあこの音楽をかけたりしてアイロンがけをしたりまた、えー、掃除をするとすごく丁寧にすることができるそうですさあこれは例えば鼻歌を歌ったりするのも同じ効果があるそうで鼻歌を歌いながらアイロンがけをするのと無口なまま黙々とアイロンがけをするのはどちらが効率がいいかと調査をしたところなんとこれ鼻歌を歌った方がきれいに丁寧に アイロン掛けができるという統計が出ているそうです面白いですけれどもねさあ皆さんの、えー、こういった暮らしの中で心がけていることとかもありましたら皆さんからのメッセージなども募集しています fm 数字の七八六アットマーク f m 読 o m i t a n c o j p、えー、本和歌と書いていただければと思いますよろしくお願いいたします さあ皆さん今日週末週末にかけてね、えー、また様々なイベント催し物などもあるんですが先週は皆さんどのような、えー、週末迎えられましたか、えー、私はねあのー、週の、えー、土曜日はまたちょっとねお友達と 会っていてい日曜日は、えー、家族でというか、まあ、主人と一緒に出かけてきたんですけれどもさそんな中、えー、那覇市の、まあ、桜坂劇場それから国際通りこの辺りをねほ、まあ、本当に時間が可能な限りはいつも行きつけのカフェに行ってご飯を食べたり、えー、そして歩行者天国になっているのでそこをね歩きながら観光客の人がどんな目線で歩いてるのかなというのをね探検する意味で。 そして私自身も観光客の気分になって歩くようにしてるんですがさあそんな中ね、ね5月の19、20、21で、えー、桜坂の一角を使ってねマーサン映画祭というのがあっ,た <laughs> あったんですよね。そそしてその中でヨミタンソンのね自然犬 というお店も出さされてたんでですがさあこの中で桜ヶ坂劇場ではさまざまな映画などが上映されていて、まあ、私もねちょっと見逃してしまったんですけれどもあの私がいつもあの皆さんにご紹介をしていた本があるんですけれどもその本の方々がまあ何の内容かというとねいただきますっていうミスを作る子どもたちというその内容でねあ,のあったんですけれどもこれは あの福岡県の高取保育園という、えー、季節の、まあ、玄米、味噌汁、納豆季節の野菜という給食を実践を重ねてきた福岡の高取保育園、えー、子どもたちと一緒に味噌作りや漬物梅干し作りをする食事の用意も全部やる食事が命を作ることを学ぶための映画が那覇で初めての上映があったんですね。もう見れればよかっっったたたとと思んですけれどもまたきっと 見る機会が一度いつかきっとあるんじゃないかと思いますが、まあ、人が一生にとる食事の回数は8万7600回あるそうなんですさあその食事の裏側にはどんなことがあるのかということを、まあ、この3日間で皆さんに伝えられていたようですさあそういったことも含めまして今日皆さんにまた、ねえー、情報なども含めてお届けいたしますそれでは一旦 CM を挟んで天気予報です yeah mm -hmm. 12時12分になっていますシェスタヨミタン FM ランチほんわかな暮らしさあこの時間11時沖縄気象台発表の天気予報まず天気概況からです本島地方では24日夕方からえ明日の明け方まで発達した積乱雲の下での落雷や突風急な強い雨に注意してくださいえ沖縄地方は湿った空気の影響により曇っていますが雲の隙間で現在は晴れているところもあるようです さあ、この後、えー、この後の降水確率なんですが、夕方六時までは三十パーセント、夕方六時から深夜十二時まで六十パーセントとなっています。さ日中の最高気温は二十八度、ね。午後になると、ちょっと雨が降るかもしれませんね。ところどころで、もうすでに雨が降っているところもあるかもしれませんが、実際に雨が本格的に降るかもしれないという。 時間帯は夕方6時以降となっていますので、ね、あの帰宅ラッシの時間と重なりますから皆さん十分お気をつけくださいえそして天気なんですけれどもね明日は曇りのち雨ですがあさっては曇りのち晴れとなってますねさあ今週は天気もどのようになるのかというと明日以外はずっと天気がいいので梅雨の中休みが かなり長いかもしれませんね、えー、洗濯物は晴れてる時にできるだけ干しておいてくださいねそれでは一旦 CM を挟みまして骨継ぎ小池一をお招きして皆さんに情報をお届けいたします 時刻は12時16分になっていますさあこのコーナーは一人一人に合わせた施術を行うことができる読谷高校7面向かいハリキュー接骨院整骨院骨継ぎのコーナーをお届けいたしますさあこのお時間はもう毎週水曜日この時間楽しみにしている方もいらっしゃるかもしれません先生どうぞ はい、えー、骨継読谷高校前張リキュー折骨院院長の小池ですよろしくお願いしますはい、小池先生よろしくお願いします、はい、いつも夜になるとねあの白い壁に赤い文字の骨継そして中がとても明るいので撮っていてもすごく目立ちますよねあそうですねうん。やっぱり白が飛び込みやすいのかなと思うんですけどそうですよね、うん、さあオープンしてからもうどれぐらいになりますか先生もう十期半年ですね半年はい。ね読谷の方々だけではなく、うん、またねあの死に合う ウェーブなどでも掲載されたことによってはいいろんなところからあそうですねんあの予備炭素の方にお勤めされている方や、はい、お勤めしてなくてもあのー 沖縄市であるとか、うん、ウルマ市であるとかね、あと南部の方ですかね、あの奈、ー、ハ、はい、の方も実は、ね、いらっしゃったりするんですよ。ね嬉しいですよね。それぐらいやはり悩みを抱えている方が実際に多いということなんですけれども、はい、さあ実際先生えっ、ー、とね日頃はどんなことをしているのか、まずちょっとここを簡単にご紹介を。そうですね。はい。あのー、骨髄はあの接骨院ですので、まずはその日常の中のあのーうん、怪我ですね。はい。あの捻挫してしまったとか、まあ何か持ち上げたことでこう腰を痛めてしまったとか、うん、まあこういった ことを健康保険を使って処置を受けることができます。で そしてあのー、もう一つね骨付きで特徴があるのは、はい、あのー、歪みに対して取り組んでいるところというところですね、うんうん、あのー、骨盤矯正とかまあ、体の歪みというと皆さんねあっと思う方も多いと思うんですけど、はい、こういったことを健康保険外ではあるんですけれどもあの特別な機械を使ったりね、うん、あのー、まあ、痛くないあの安全なやり方で、えー、姿勢矯正をしていますああそういうことですね、はい、もう逆にねあの自分がね体が歪んでると思っていないけれども、はい、気にはなって 子どもたちのね体の歪みなども気にしている方々がすごくなんか最近は増えていらっしゃるとそうですね,ねあの歪みという言葉に結構ド,、うん、ドキッとしている方も多いようなんですね。はい、さあ先生さあそんな中いろいろとさまざまなプログラムを毎週この時間では紹介していただいているんですけれども、はいえー、今日は。 今日ですね、ちょっといつもといつもは、ね、体幹であるとかね、はい、その体の筋肉の話をするんですけど、うん、今日はね、同じ筋肉でも顔ですね、顔顔,面ですね顔ね、若い時はいいんですけれども、はいうん、自然と、例えばあの無口になってくると、ああよくおばあちゃん、おじいちゃん、おばあちゃんとか、このほっぺたがちょっととこ垂れてくるう、うん、そうですね、うん、あの顔ののこう脂肪の部分が 重力に、ね、耐えられなくなってやっぱりこう下がってくるっていうのがあるんですけどこれを支えているのも実は顔の筋肉なんですよ。あ<ー>はい、だからあの体手とか足とか腹筋とか、うん、いろんな場所を皆さん鍛えてくれるんですけども、はい、顔を鍛えてますっていう人は多分結構少ないんじゃないかなとあの流行ったコロコロがあるじゃないですかあれも顔のケアとしてはいいんですけど、はい、鍛えてるわけでは実はないんですね。あそうそうなんですよ<ー>それが実は できる施術がこの次にはあるんです。先生これ新しいメニューですか。新しいメニューですね。あら、そうなんです。実は、はい、あのー、まあ表情筋トレーニングという名前でね、ちょっと6月から。 やっていくんですけれども今まで体幹ですねお腹を鍛えていた機械を使ってちょっと付属のねアタッチメントを使って顔に利用していくというところなんですただしそんな危険なことはないですので体に比べると随分弱い電気でやっていきますので安全に受けていただけます先生これはどんんなにすすするででかこれねエステなど行かれた方はねイメージつくと思うんですけどもこの素肌 に、あのー、すあの水溶性のジェルをつけまして<ー>そしてそのジェルのジェル越しに電極を当てていくという形ですね先生これすっぴんですねこの施術の時は<ら>ですのでね、あのー、むしよみんな女性スタッフからの施術に, <laughs> 施術に。 なるんですか。はい、なるんですよ。そのがんあの皆さんね、あの女性同士の悩みですとかね、話も弾みやすいかなと思いまして。そうなんですね。先生、収容時間とかはどれぐらい？あ、そうですね。初めての場合は少し長め、三十分程度いただくと思うんですけれども、通常ですと二十分以内ぐらいにははい終わると思います。じゃあ、えっと通常のラクトレとかとこれとかも一緒にこうプラスして受けることもできますか。猫ゼプログラムとかと一緒に。はい。 そうなんですちょっと気になりますね、これでも顔のねお手入れ、顔のトレーニングとか、顔のなんていうんですかね、ケアですね、フェイシャルケアって、やっぱりエステなどで見るとね、結構なね料金すると思うんですけど、もそうですよ、7000円ぐらいとか、普通に。うちはね、3000円でやります。円ただ、なんですが、6月の5日から24日まで、3週間の間は1000円でやります。あ 先生これ通っても千円ですか？通っても千円です。一回一回千円,円。一回千円。ええー、じゃあ普通の一回ポッキリのね半額の料金とかじゃなくて。そうなんですよ。とりあえず試してみ。はい。とりこれどれぐらいで効果あるんですかね？これはでもねあの例えばあのリフトアップをするとか、はい、あと、はい、ま眉の位置ですかねあと目尻の位置とかっていうのは一回でもあのすごく変化が。 目が開いたってていいいう人ががとも多目開たよく聞きますけどね目が開くとかやっぱこう疲れたりとかしてむくんだりとかやはり血行が悪くなってくるとこういう症状が起きるとか聞きますけどそれをやっぱりケアしてくださるんですねこの機会が。そしてこの電気で奥の筋肉を動かすことでその近くにあるリンパの流れ顔にもたくさんのリンパが流れてますのでよく言うむくみですよねこういったものも解消します。気になる ちょっと私も是非で先生、実際にこれは顔の表面だけなんですねこれね、はい、実際はね鎖骨から上ですね、うんはい、首も含めてやりますあ,、えー、あの皆さん、首のね、この足はね、うん、この辺りも気になると思うんですけども、<ー>ここにもやはり筋肉が関係してますので、首から上、そして顎、えー、頬、そして 目の周りとおでこまでいきます。あら、すごい楽しみですね。じゃあ。はい。この非常にね、あのいい施術ですね。私私も受けましたし、あのスタッフの女性陣にもやってもらってるんですけど、とてもいいですよ。ちょっと気になります。それも皆さん6月5日から24日まで、は1000円で1回1000円。はい。何回行っても1000円。何回でも。とにかくあの定期的にすることが一番先生。週にね2回ぐらいがね、あのいいかと思います。ええ。あのその毎日毎日ではなくてね。 うん、先生的には何世代ぐらいからがおすすめですかあそうです、ねあのー、やはりまあ3、まあ、若い方は、ね、肌に張りもありますので、ね <laughs> あのー、30代、40代とかね、うん、ちょっと以前よりもお化粧のノリが悪くなったんじゃないかなとか肌色が落ちたんじゃないかなとかいうことこれ、ね、肌色白くすみが取れるというかあの <laughs> の表面が張るので光の当たり方が変わるんですよ。 先生、うん、いいこと言ってくれますね。はい、私の年代にはぴったりなんじゃないですかね。おすすめです。おすすめです。ぜひちょっと皆さん、<laughs> 今ね聞いて気になる方は、ぜひ6月の5日から24日、えー、このまずねお顔の、えーはい、表情筋、ね、表情筋のトレーニング、はい、表情筋トレーニングがスタートするそうですから、ぜひ。 予約もお願いしたいと思います。はい、じゃあまず先生一回ちょっと電話番号いきましょうか。そうですね。えっ、ー、と予約の連絡先なんですけども、零九八の九八八五八八五零九八九八八五八八五です。 はい皆さんね、ね、はい、ぜひちょっと一旦ね早めに予約をしておくと、うん、もう今、ちょっとかなりね骨継ぎさんもあのもう、ね、部活のようにう通われる大人の方が増えているので予約が取れにくくなってますからねぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、さあ引き続き先生今日は あともう1点、ですね、あの女性にちょっと嬉しいお知らせなんですけれども、はい、あの骨継ぎの方ではですね、今現在、男性の施術師がえいるんですけれども、はい、6月の,あの最後の週ぐらいになると思うんですけれども、はい、女性の施術師さんがあの入ることになりましたので、はい、あの受付スタッフとは別ですね、実際にもう私と同じように施術を行う女性スタッフがやってきます。 はいはい、ですのでちょっとねあの男性の先生には言いづらいこととかねあとはちょっと気を使ってしまうようなこともね女性同士で安心して施、うん、術を受けてもらえたらとそうですね確かにこうあんまり触れられるのがね男性じゃない方がいいっていう方も確かにいらっしゃるかもしれませんね,、うんねうん、はい皆さんね6月の末ぐらい、まあ、またね番組の中でも、はい、あのご紹介していくと思いますので、はい、ねぜひよろしくお願いいたしますさあそれから先生、はい <あ>えー、今ですね、うん、あとですねもう今週ですね、はい、あの待つまでの例の応客ですね。応客プログラム、はい。応客のプログラムって言って4,000の施術をね先週今週と半額の2,000円でやってるんですが、はい、今日がもう水曜日ですので、うん、木金銅と、はい、あと3日間。 チャンスでですのねまだ興味があるけどもまだ受けてないという方はねぜひこちらもご予約いいただければと思ます先生実際お客プログラムどうですか実際に。いいですねもう早速続けてみますということでそのまま1か月のモニターにチャレンジさのも始めてる方もいますし意外と男性からの施術希望というか男性も結構気にしてる方いるんだなというのを印象受けましたね。 ね、女性はねスカートとかで隠したりとかって当然できるんですけど、うん、男性って意外とズボンなのでうん、うん、真ん中がこう綺麗にね開いてる方とかっていうのはもう間違いなく多分大脚になってな風通しはいいです、ね、<laughs> <laughs> ですけどねねもやっぱり、ね、将来的なね、うん、あの膝の故障とかね、うんはい、股関節の不調につながってく今,今大丈夫でも将来危ないんだなっていうのをちょっとこの大脚気にしてもらったらどうかなと。 思いますねそうですね、うん、さあそしてねまた通われている方もいらっしゃると思うんですけれども先生としてはねやっぱり日頃からあの皆さんにこの気をつけて、うん、特にあの子供たちはね元気にあ,あの運動してるんですけど、うん、大人がなかなか運動する機会ないそうですね、うん、あのー、家でできることっていうのはね確かに限られてくるんですけれども、うん、例えば 外にねスポーツに行くというのもいいとは思うんですが、はい、まあ家でねしっかり体操をするとかうん、うん、あとあのよく患者さんにおすすめするのはあの昔に流行ったバランスボールとかねあバランスを取ることを、ねうん、すると非常にね体幹も鍛えられますし、うん、あの筋肉も柔軟になっていきますので、ねうん、とてもおすすめなんですよ。 ね、うん、皆さんあのちょっとね体を動かす習慣がない方はちょっとね意識をするだけでも変わってくると思いますので、うん、せっかくですから皆さんまあ骨継ぎさんにもねぜひ行っていただいていろいろとご相談行っていただければと思います、はい、さあ最後に先生連絡先をあと営業時間、はい、そうですねはい、えー、営業時間はですね月曜から土曜日まで朝午前中は9時から12時30分午後は15時から20時まで営業しております、えー、で 電話番号、予約の電話番号を、ね、もう一度伝えておきます、えー、098-988-5885 098-988-5885ですはい、はい、ありがとうございます、えー、今日もね、読谷高校前、えー、骨継小池委員長をお迎えしましたありがとうございましたありがとうございます 時刻は1二時30分になっています。シエスタ・ヨミタン FM ランチ、ほんわかな暮らしをお届けしています。さあ、骨継ぎのね。小池園長は今からね、下の天ぷら屋さんに行って、イカ天を買って帰るらしいですよ。<laughs> 毎回ね、ここに来る。えー、来た後に、いろんなもの、えー、を買って帰るのかと思いきや、もう一途に。 天ぷらを買って帰るようです。ね、面白いですよね。えー、習慣になるというのもありますからね。さあ、今から今ね、お昼の時間となりましたので、皆さんにここで1曲、えー、曲をお届けいたします。えー、グリーンで、飯、ゴゴットイット。 さあお届けしました曲は「えー、グリーンで飯ゴッドイット」。 っていうね、えー、J のね CM などでも使われている曲を皆さんにご紹介しました。これ聞くとねとっても元気にもなってくるんですけれどもね食の大切さ食の見直しなどもね今とっても大切とされていますが皆さんは今日はどんなお昼を召し上がってますかそしてどんな一日の食事を皆さんとっていらっしゃるでしょうかさあ先週に引き続き今日はね皆さんにご紹介するのは「えー、人」「暮らし」 地域をつなぐターンズというね、えー、雑誌が出てるんですが、その中で最近は地方の美味しいを作る人たち、食でつながる人と町こちらの中から皆さんにご紹介していきます。さあ最近先週皆さんにご紹介したのは最近の大学生のね、えー、学生さんたちであのー、やはりこの地方から当然大学に 来てていいる子ももとても多いと多思います全国からその大学に、ねえー、何かを目的としてさそんな中で農業などを専、ね、攻する学生さんがすごく増えているようでそれはなぜかというとやっぱりあのこれからの未来の子どもたちのために食を見直したり地産地消、ね、その地域でとれたものをその地域で消化していくということがとても大切になってくるんですよね。さあそれを まあ実行していらっしゃる方々っていうのはここ読谷村でもたくさんいらっしゃるとは思いますさあその中でなぜその地産地消というものが大切かというとあの野菜とかまたもう私たちの身近にあるものっていうのは全て生き物と、まあ、本当に見て,見ていただくと例えば野菜収穫した、えー、その瞬間からやはりこの野菜はあのストレスが 時間をかかかかけければるるほどかかっててくくらしくて、まあ、皆さんも例えば買ってきた野菜をあの日なたにそのまま置いとくと例えばほうれん草がシュンとしてきま,してきますよねだけれども例えば白菜でもそうなんですがあのそれを買ってきた後にそれとか収穫した後にしなーっとなってしまったとしてもそれ,のそれをねまたよみがえらせる方法を、まあ、よく子どもたちに実験としてさせていたんですけれどもね例えば氷水に。 水を張ってで夏場しんなりしてしまった野菜葉野菜などを根っこの部分をつけてあげるんですそうするとね10分から30分ぐらいの時間でもうパリパリのみずみずしい野菜に生まれ変わるんですさあこれをねあの実際に知ってらっしゃるもう料理人の方々っていうのは実際に野菜の下ごしらえ下準備をする時っていうのはこういうことをきちんとされた上で、えー、野菜のサラダの 仕込みなどをされるので皆さんに提供する時にパリパリの野菜でシャキシャキのレタスでっていうそういった、まあ、一番おいしく提供する提供できる環境というものをきちんと整えていることができるんですよね。しかしただ買ってきたものしんなりしたものをそのまま切って炒めてしまうとやはり全然ね味は半減してしまうんですができれば収穫してすぐにいただく。 そして、えー、それをねできるだけ例えば輸送トラックに乗せていろんなところに、ね、産地直送などと言いながらいろんなところをここ例えば沖縄県だったら北海道産のなんとか、ね、茨城産のなんとかといっていろんな野菜をあの空輸で届けて、ね、もらってそこからまた JA などを通してスーパーに届けて。 そしてそれから私たちはいただくわけですけれども、野菜などを育てている方はご存知だと思いますが、どれだけの時間が私たちの食卓に届くまでに期間がかかっているのかということを考えると、どれだけのストレスがこの野菜にかかっているのかということになるんです。そしてそれが日持ちするためには、どのようなものを添付しないとこんなに、ね、みずみずしいまま、 皆さんの手元に届くわけではないですからねそういう意味では、えー、無農薬だったりまた本当にこの厳選されたもう土で、ね、耕された、えー、本当にね柔らかいふわふわの土で育てられたお野菜たちを例えば本当にお隣のユンタ市場で朝、えー、農産物がこう畑の、ね、農家さんから届いてその日のうちに買って帰って調理する。 それとも買って帰ってしばらく冷蔵庫に置く、ね、スーパーで買ってきたものを冷蔵庫に置くのと、えー、かユンタ市場などで購入した農産物屋さんで買ってきた野菜また近所の方からいただいた野菜を冷蔵庫に入れておくとどれくらい賞味期限が変わるかって言ったらもう断然スーパーで買ったものはもう日に日に悪くなっていきます。もうそれはもう本当に明らかなので皆さんがね それは今まで経験されていたこともあるんじゃないかと思うんですけれどもそれぐらい、えー、皆さんの知ってる方たちが作った野菜がストレスがかからずに店頭に並んでいるというのはとても新鮮であるということとありがたいことであるということを皆さん確認してみてくださいね。ですから一番いいのは えー、隣の恩納村なども、ね、実践されてますけども、えー、地域で育てた野菜農家さんの食材をすべて使って給食に充てているので100%女村さんなんですってそしてそれをまあ消化して子どもたちは食べているのであの子どもたちの、ね、残飯とかもやはりすごく少ないらしいんですねだって知ってる人が作った野菜などを、えー、使って給食にもし出しているとすると。 やはりあのなんとか、ね、おじいちゃんが作ったのだったら食べようかなって思ったりしますよね作り手が目に見えるというのはすごくとても大切なことだと言われていますまたねここ読みたん村で取れるもので、まあ、最近今ね実験中のイチゴね皆さん、ね、観光協会さんもフェイスブックアップされてましたし <laughs> FM を見たんではゆう TV でも今ねひたちさんが 実験をされてるんですけどもね、えー、このヨミタンソンで作ったイチゴ、ね、こういったものがいつかもしかして皆さんのねお口に入る日が来るといいなって思っているんですけれども、えー、地域で作れるものが一つでも増えると地域の人たちもとってもやっぱり嬉しいですよね基本的にイチゴというのはあの本土で、えー、一番例えばいちごが あの最盛期といったら大体3月から5月ぐらいまでの、えー、季節になるんですけども季節外れでクリスマスの時にはケーキが、えー、ケーキの上にイチゴを乗せますよねその時には皆さんイチゴ赤いけど甘くないのを知ってますか皆さん、ね、これはもうやむを得ないんですよね真冬にイチゴができるわけないのでそれをねどういうふうに本土の方ではあのー きちっとですねハウス栽培でやっているかというとまずいちごの苗をあの山の標高の高いところでまず植え付けをするそうなんですそしてそこから今度山から下ろしてハウスに移動したらもういちごにとってはあったかい春が来たと勘違いをするそうなんですね。えー、標高の高のいところは当然気温が一度、えー もう一度ずつこう、ね、標高が高くなればなるほど1 0 0ルで多分1度くらいの差があったと思うんですけれどもその気温の差によって、えー、また糖度が増していくんですけれども山から下ろしたいちごを、まあ、ハウス栽培で、えー、していくとこのクリスマスに間に合うようにちゃんといちご農家さんは、えー、栽培してくれているそうなんですよね。だからねあの私のの出身の福岡と でまたあの栃木県の方でも栃丘、えー、福岡県では、ねえー、豊丘、天尾がまた有名なんですけれども天尾というのは中までが真っ赤でそして酸味が少なくてとてもあの甘くてジューシーと言われてますがこの苗はよそには出回らないだそうですねいろんなところでいちご作られてますけれども私も、ね、あのかつては自分の家でいちごを作ってました。 あの母が植えてくれて、えー、それをね春になるといちごが実を結びそしてそれをね、えー、そのまま口に入れるのがすごく美味しかったんですけどもただねいちごはナメクジとかが、ね、大好きなのでいちごをね結構食べられてしまったりするんです。で最近ではいちご農園とかなさってる方たちは、まあ、収穫しやすいようにいちご狩りがしやすいようにほ、まあ、本当に腰の位置ぐらい。 でまあ、収穫できるようにまたあの水耕栽培であの作られているところもすごく増えているようなんですね。いちごの魅力は洗ったら皆さんこれ香りがねほんとんどなくなってしまうのでいちごはあのもぎってそのままヘタを取ってそのまま口に入れてくださいね衛生的にはきちんと管理されているので,で、えー、洗ってしまったら もう匂いがなくなりますのでイチゴをパック詰めでもし購入するときには、えー、スーパーとか農産物屋さんでイチゴのパックを取って嗅いで匂いを嗅いで,でひっくり返して裏の後ろの部分が傷んでなければ、えー、購入していただいても大丈夫です。香りが強ければ強いほど甘いと思っていただければいいです。しかし香りがなくて真っ赤の場合は色だけで甘みが 全然載ってないというか、まだ熟していないというふうに思っていただければいいと思います。イチゴのね、選び方も含めて、皆さんにご紹介しました。さあ、この時期になると、福岡の方ではイチゴがね。たくさん。一箱で400円ぐらいで、あの朝摘みイチゴなどが販売されるので、それを使って季節のジャム、イチゴジャムを作られる方も多いのが、この時期となります。さあ、それでは、一旦、お知らせを挟みまして、最後のコーナーをお届けいたします。 時刻は12時46分になっています。シエスタ・ヨミタン FM ランチ本わかな暮らしお届けしています。さあ最後のお時間となりました。さあ最後に今日皆さんにご紹介するのは食で日本を変えるイノベーション。 さあいろんな取り組みが日本の食のシーンを変えるプロジェクトや商品が次々に生まれている中中でも思わず会いたい、欲しい、知りたい特に気になるそういったものが特集さ,特集されているのが、えー「人、暮らし、地域をつなぐターンズ」という冊子なんですけれどもねさあ最近では本当に、ね、あの若い方たちがいろんな新しい企画をして、えー、このいかにこの食材を使って でその地域のまあ特産品にしていくか加工品にするかというそういうあの取り組みなどがおくねあの起きているんですけれどもさあ今日ねちょっと珍しいものがあるのでご紹介をしていきますねさあギフトにも最適安心安全な青森産の野菜色のクレヨン聞いたことがあるかもしれませんねはいこのお野菜クレヨンというものなんですけれどもトウモロコシごぼう 長芋ネギ、キャベツ竹炭紫芋カシスリンゴ、雪人参さあこれをね手がけたのはデザイン系の専門学校を卒業後に地元の雑誌編集者としてまたデザイン事務所で経験を積んだ後独立している木村さん37歳お野菜クレヨンのセットが2160円であるんですけれども、まあ、この10色の クレヨンがが入っているんですがやはりねデザイン学校出られているのでパッケージとかもとっても可愛いんですがこういうのを取り組みはなぜ起きたのかというと廃棄されるはずの野菜をお野菜クレヨンに生まれ変わらせたのは、えー、水色株式会社代表青森出身の木村直子さんほぼ青森県産の野菜を粉末加工して米油を配合した安心安全なクレヨン。 子供へのギフトにも最適で、台湾、韓国など海外との取引などもあるそうなんです。さあこのネギ色、長芋、トウモロコシ色など、野菜に見立てた優しい色彩、素材感、香りなど、五感で楽しむことができます。同じ色を再現しづらいという弱みを逆に強みに変えているんですと木村さん。自然素材によるクレヨン作りには熟練の職人技と、 独特の勘が欠かせないその日や温度や湿度野菜の部位によって微妙な調整が必要今後は子ども向けに野菜入りお菓子をシリーズ化したいと、えー、もちろん青森産の野菜でと木村さんはあくまでも青森にこだわっていますさあ青森県出身でそしてデザイナーでいろんな勉強なさって、えー、そしてね実力もある方からこそなんでしょうねクレヨンっってね例えば手にいっぱいついぱつたり また口に入ったり子供って食べちゃいたいほど美味しそうな色だったりすると口に入れますけれどもさあこのお野菜クレヨンはやはり安心安全でできているので、えー、米油が入っているということですからねまた野菜の粉末ということは口に入れても安心というそれがすごくねあのー、強みではないかと思いますネギ色はなんとねネギの香りがするそうですもちろん皆さんトウモロコシ色は黄色ごぼう色はちょっとした黄土色 長芋は白、ネギは緑、キャベツは濃ゆい、えー、緑、それから竹炭は黒、紫芋だったら紫、カシスだったらちょっと茶色が入ってますね、そしてりんごだったら赤、雪人参だったらオレンジ。ということは読谷村でも紫芋のクレヨンができるという発想になりますけれどもね、面白いですね。それから面白いのが、旅するレストランで地域の魅力を発信しよう。 そこにしかない日本を食べようとコンセプトで、えー、4月からスタートしたのがレストランバス地域に点在する魅力スポットを巡りながら行った先でしか味わえない食と風景を楽しめる観光バスとして地域活性化に取り組む全国の自治体から注目されているそうです赤くて、ね、可愛らしい日本トラベルレストランというあのものが、ね、あのバスのボディに描かれているんですけれどもすごく、ね、目立つんですよね。 そして1階のキッチンスペースではシェフが地元素材を使って腕を振る舞いそれからとっくりとえおちょこが安定しておけるテーブルだから日本酒もゆっくりと飲むことができるで日本酒で乾杯するとともに同乗者との自然な会話が生まれえ器などもこだわっている赤と黒がテーマだそうです。ですすから、ね、器ももババスススのの色も赤と黒がテーマになっていますレストランは,レストランバスはえ従来のえ旅屋 えー、そして、えー、移動の在り方などを皆さんに、ね、コンセプトとしてお伝えしているレストランバス面白いですねそれから最後に伝統茶国産在来種の野草を使ったお茶を日々の一服にしていただこうと、まあ、いろんな、ね、種類の在来種の薬草を中心に作られた伝統茶のブレンド これもねやはり、まあ、大学を卒業してフードコーディネーターを得て、えー、それからまたこういう薬膳。 などに関わって最終的には伝統茶を作って販売するというそういうスタートをされている方もいらっしゃいますね。まあ、いろんな皆さん経歴をお持ちの方々が多いと思うんですけれども、まあ、大学で何を学びそして何を専攻してそれをどれだけ将来の自分の就職先に生かしたりするのかっていうのは、えー、どれだけね皆さんの夢や希望がその未来に ね、託されているからこそできることではないかと思います。目的をしっかりと持ってね。勉強ももちろんなんですが、その今できることというものを。 があれば積極的に取り組むととということがとても大切ですね大人になっても日々学ぶことがとてもあります、えー、私ぐらいの年齢になってくると大学生のスタッフから学ぶことがたくさんあってもうとても私は楽しい毎日を送らせていただいています皆さんもぜひね大人になったら社会から学ぶ大人になったらからこそ社会で、えー、いろんなことを知識として取り入れて頭をいかに柔らかくしておくかというのが大切な気がします。ぜひ、ね、皆さんも いろんな人たちと関わっていろんなお友達と一緒にえ語らうことで新しい発見が生まれたりえ凝り固まってしまった部分を取り除くことができることもあるかもしれませんぜひ皆さんいろんな方と触れ合い交流してコミュニケーション能力を高めて素敵な おじいちゃんおばあちゃんになっていったらいいですねさあお届けしてまいりました「シエスタ・ヨミタン FM ランチほんわかな暮らし」いかがでしたでしょうか来週もまたこの時間にお会いいたしましょうこの番組は一人一人に合わせた施術を行うことができるハリキュー接骨院・整骨院骨継ぎの提供でお送りいたしましたそれでは皆さん素敵な午後をお過ごしくださいそれでは皆さんさようなら